クヌート。クヌート、2006年12月5日から2011年3月19日は、ドイツのベルリン動物園で生まれた北極熊である。母熊が育児放棄したため、人工保育された。その愛らしい姿から、ドイツ国内のみならず世界中での人気を集めた。母親は、カナダ生まれで、旧東ドイツの国営サーカスで芸をしていた、トスカ、ドク、 トスカ、20歳。父親は、ミュンヘン動物園生まれのラルス、ドク、ラーズ、13歳。トスカは2005年にも三つ子を出産していたが、この時も、育児放棄している。2006年12月5日、トスカは、クヌートラ双子の兄弟を出産するが、再び出産直後に生きしたため、飼育係と獣医が双子を救出、人工保育に切り替えた。 クヌートの兄弟は生後4日目に感染症により死亡した。他方、クヌートは生後44日を人工保育器の中で過ごしたものの飼育係であったトーマス・デルフラインの献身的な飼育によりその後順調に成長した。デルフラインは2008年9月22日に急性。2007年1月末に元気な姿がマスコミで披露されると ドイツ国内で一躍人気者となった。2月末にベルリンのテレビ局 RDD によるテレビ番組シリーズが開始され、公式サイトやブログ等が立ち上げられて人気が海外へも波及。とりわけ3月23日の一般公開後には、飼育係と遊ぶ愛らしい姿が人気を集め、ドイツの新聞雑誌などで特集記事が組まれたほか、アメリカの雑誌、 バニティフェアの表紙にも登場した。DVD やぬいぐるみ、お菓子など、関連商品も多数発売されている。また2008年には、コニュートウンとセーネフレインダというドキュメンタリーがも、公開された。ベルリン動物園は株式会社であり、地元のベルリンブレーメン取引所に上場している。水族館入場券付きの同社株価は一時2000ユーロ、約32万円近辺を推移していたが、 3月23日のクヌート一般公開後には急騰し、4月3日の終わり値の時点で4660ユーロ、約74万5600円となった。2009年5月19日には、クヌートの父親、ラルスを貸し出していたノイミュンスター動物園は、ベルリン動物園に対し50万ユーロ、約6500万円の利益の配分を求めていそ。 ノイミュンスター動物園に約43万ユーロ、約5600万円を支払うことで和解が成立、ベルリン動物園に泊まることになった。2011年3月19日にクヌートは、痙攣を起こし、池に落ち出死した。死亡時の模様は、動画として見ることができる。組織学的検査、マイクロアレイ、次世代 C 検査などによる病院の探索が割れ、最終的に、 ン務が需要対抗体農園であったことが報告された。死後2年近く経過した2013年2月、クヌートの遺骸はベルリン自然史博物館で標本として展示された。骨格をもとにクヌートの毛皮などを使って作ったという。動物愛護団体が北極熊の人工保育は種のあり方に反するため、クヌートを安楽死させろと主張しているとの捏造記事が、 発端となり、人工保育や動物園のあり方についての議論が、ドイツ内外で巻き起こった。ドイツの大衆芸能士、ビルトが2006年1月26日付で、動物愛護活動家、フランク・アルブレヒトが、人工保育は、シロクマの種のあり方にふさわしくないため、クヌートを、虐殺処分するべきだと主張していると事実5人の記事を掲載した。 当初はこの記事が特に注目を集めることはなかったが、3月下旬の一般公開直前に、ドイツの週刊誌、シュピーゲルが改めてこの記事を取り上げ、他の多くのメディアが同記事を引用したことから、安楽死の是非についての議論が巻き起こった。さらに各通信社によって、世界中に一部の動物愛護団体が、シロクマの人工保育は、 自然の法則に反すると安楽死を主張したが、動物園側はこれに、世界で最も絶滅危惧に瀕した動物だと反論。ガブリエル環境省も3月23日に最も地球温暖化を象徴する存在として、そノの立場を擁護した。ドイツでは人工飼育の是非をめぐって、論争になっているとして配信されたため、世界各国でも大きく報じられた。 この議論に対して、アーヘン動物園長のボルフラムグラフイコールルドルフを、はじめ、他の動物園関係者や、動物愛護団体からも、ベルリン動物園はもっと早くにクヌートを処分する、勇気を持つべきだったと安楽死を支持する声が上がったと、報じられた。その後、アルブレヒトや、グラフイコールルドルフに対し、ドイツ国内外からの脅迫状が殺到したことなども、あり、 ドイツやイギリス、オーストラリアなどのメディアの一部は、この論争の検証を行った。アルブレヒトの発言とされるものは、実際には、前年に、ライプチヒ動物園で同様に母グマに遺棄された、ナマケグマの子が安楽死させられたことへの抗議についての、もの出る。ライプチヒ動物園側が、人工保育は、人道的ではなく、動物の権利を侵害すると主張していたのに反論し、 ライプチヒ動物園の理論に従えば、ベルリン動物園もクヌートを殺していなければ、ならなかったことになると発言したものであったことや、グラフイコールルドルフがクヌートに関する一切の発言を否定していることなどを明らかとし、謝罪している。また、2010年、ペタが近親後輩の回避を理由に、クヌートの虚勢を求めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。